にちは、 BA チャンネルの BA です。今日も動画を見てくださりありがとうございます。先日ご紹介したステンシル動画で作った木箱に寄せ植えをしていきます。使うのはこちらの100均のヘラクレスとブローメアナです。本当は去年作りたかったんですけど、ある事情で1年遅れとなってしまいました。今日も最後までお付き合いよろしくお願いします。 BA チャンネル、今月の初めのステンシルの5分動画、見てくださった方も多いと思います。その時の木箱です。並べてある鉢苗全部植えるのはちょっと無理っぽそうなので、このちっちゃな苗は省くことにして、残り7鉢を使うことにしました。去年作ることができなかった理由、それは暑さで弱ってしまって、葉数を極端に減らし、とても植え替えに耐えられる状態ではありませんでした。弱らせた原因は暑さだけではなかったかもしれません。7月に購入した100均多肉で、うちの環境に慣れる前に厳しい夏に突入してびっくりしたようです。環境に慣れた多肉なら耐えられても、突然違う環境に置かれた多肉はその変化についていけず、葉を落として自分の身を守ろうとするのだそうです。購入したばかりの多肉はそれまで育てられていた環境がわからないので、1年間は特に様子観察をこまめにした方がいいです。徒長したら日光不足、水のやりすぎ、葉焼けしたら日当たり時間の調節、自分の家の環境で春夏秋冬と四季を通して置き場所や水やり回数などの加減を学んでいくうちに、多肉の方でも慣れてくれて、少しの暑さや寒さくらいなら平気な強い苗になってくれるんだと思います。ここからの苗が去年傷んだ苗になります。1年かけてやっと購入した時の葉数に近い姿になりました。鉢から全部苗を抜いて作業しやすいようにしました。木箱の方はちょうどサイズがぴったりのアイアンプレートを見つけたので、裏側につけてみました。鉢底穴には網を針金で留めています。今回使う土ですけど、いつも使っているブレンド土に鹿沼土を混ぜて使いたいと思います。苗を鉢から抜くときに
お気づきの方も多いかと思いますが、去年夏に傷んでからお世話するうちに、鹿沼土との相性がいいように感じて使っていました。この土に防虫予防のオルトランを混ぜています。このあたりからビデオのピントがボケてしまっています。決して皆さんの視力のせいではありません。見苦しい映像がしばらく続きますが、ほんと見にくくてすみません。一番大きそうな苗を選んで真っ先に植えています。ここで次を植える前に残りの苗を並べて大体の配置を確認しようと思います。こんな感じですかね。やっぱり7個が限界のようです。指で触って取れるような根っこは多分ダメだと思うので、きれいに取り外しておきます。やっとピントが戻りました。撮影している時に気づけばよかったんですけど、小さなモニターでは分かりにくくて、それに何より作業に集中しているので、私にはそんな余裕はなかったです。すみませんでした。一緒に植えるブロメアナをカットしています。同じ環境にあっても色が全く違いますね。さっきの鉢との違いは苗の若さかな。この木箱のはカット苗を挿したものです。この寄せ植えのブロメアナは定期的にカットしています。これらを隙間に挿していきます。
夜の気温が安定してきたとはいえ、昼間はまだまだ暑い日が続きます。しばらくは明るい日陰で様子を見て、10日から2週間後に水やりをする予定です。1年越しのヘラクレス丼、やっと完成です。今回は7鉢減らすことができました。真冬の防寒対策するにあたり、これからの寄せ植えは鉢減らしも念頭に置いて多肉選びしていこうと思っています。今日もここまでお付き合いくださりありがとうございました。美瑛でした。今回も最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。また次の動画でお会いしましょう。